じゃんけんお願いします。立ち位置をこのままでいきたいと思います。先攻がベノム、後攻がノーティー。この試合のバトルビートは DJ スーメン、スピナーシート。こちらのビートでいきたいと思います。先攻がベノム、後攻がノーティー。DJ よければドラムスクラッチをください。それでは行きます。Ready, fight! 千葉のシーンが舐められてるとかそんな話を聞くけど、俺はいろんなところ行ってるけど全くそんなことは思わないな。千葉に出てる奴らもそうだし、この DJ だってそうだし、ヤバいビート全然流れてる。戦国でも馬頭でも流れねえぜ。例えばこれが馬頭の本戦の決勝だったとしても、こんなにヤバい DJ ってのは俺は本当にないと思うよ。そしてここにいる客もそうだし、ラッパーも全員そうだし、やっぱり千葉は本当にヤバい。だから俺が取るんだよ。ベノムさん、あなたが千葉を言ってくれるから、ちゃんと俺も愛情がこもる。だけどやってるラップはおしゃべり、愛を込めて言いますよ、ベノムさん、おかえり。あんたがいろんなところにパート2に出てやってることは間違いはないけど、若手のそのノリやめてくんな。俺は千葉の予選でバトを取りて。いやじゃあ千葉におかえり、おかえりって俺ここに帰ってきたんだよ。何年間も部署入ってやっとここに帰ってきたんだよ。でも今さら帰る場所なんかね、ここに骨を沈める。その思いで俺は千葉の代表を取るためにマイク持ってんだよ。ただのおしゃべり当たり前だろ、しゃべりに来てんだよ。俺の頭の中にある、この体の中にある、あるもの全てを言葉に変えるためにやってんだ。おしゃべりだったら俺はずっとおしゃべり続けて死ぬまでラップやっていくだけだよ。 Yeah, だけどそれはラップミュージックじゃなくて自分の女になってるだけじゃないの。また同じ構造の無償帰り、でもここで決めどめの木のフロマン前に、ベノビスタのディボイラブオーライズオンミー。ゲノキッズと仕込み売りよりコールドアルノミー。ベノジーもなくベティガルに遊び方をレクチャーし、かっこいいからそれ以外に自由ない、あとディーパパクチー。終了。それでは判定に行きたいと思います。先攻がベノム、後攻がノーティー。先攻ベノム、後攻ノーティー、勝者ノーティー。ベノムにも大きな拍手お願いします。ナイスバトル。これやばー。